はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日なんですが、昨日ですね、急にリミットレギュレーションの発表がありまして、でバルキュルスのネクロスというこのカードが、規制されることになりました。リミット1に急にで、まあここから読み取れることなんですけども、対象カードに関連するカードの追加を、予定していますが、それに伴いこのカードでデュエルを停滞させることができるため制限しますと。あらかじめね、なんかちょっとテストプレイやってますみたいな顔して規制してきてるんですけども、多分次のメインボックスネクロス実装されるんじゃないかなと、こういう予想ができるわけですよ、誰でも。なので今日はこのネクロスというテーマがどんぐらいやばいテーマなのかについてちょっと解説をねしていきたいなというふうに思っております。バルキュルスをあらかじめ規制するっていうことは多分そういうことだと思うんですわ。はい、でこのモンスターが何をどういうことを持ってるかっていうと、手札からぶん投げて、墓地から、ネクロスを除外すると、攻撃を無効にしてバトルフェーズ強制終了っていう、なんかちょっと害悪チックなね効果を持ってるんですよね。なのでこのバルキュルスのネクロスをちなみにサーチすることもできるんで、手札から捨てることによってブルーナのネクロスとかで、なので、出張外役バトルフェーズ終了パーツとして非常に優秀だということで、多分規制されたんじゃないかなっていう、リミット1になったんじゃないかなっていう感じはしますね。はい、でじゃあね、ネクロスっていうのが、どういうテーマかっていう、こういう話。ネクロスっていうのはね、儀式テーマなんですよね。儀式召喚をいっぱいして戦っていくテーマであると。で OCG の方では、7年前くらいですかね、多分6,7 年前ぐらいに環境トップと、言われていたくらい強かったテーマです。はい、要はOCG では環境トップに君臨していたことがあるということですね。で数々の、制限カードなどもテーマ内に存在していまして、当時は本当に強い、デッキとして有名でしたね。でネクロスってねいうテーマはね、昔の伝説のモンスターの名前を冠しているモンスターがかなり多くて、例えばユニコールのネクロスとか、あとこのブリューナクの、ネクロスとか、こういうもうすでに存在しているモンスターの名前を冠しているモンスターが非常に多いんですよ。なので、パックのね、昔のパックの表紙には古のモンスターの力を身にまとえみたいな、既存のモンスターを儀式モンスター化したようなデザインのカードが多いと。でじゃあどういうモンスターが、存在してるかっていうと、例えばこのユニコーンのネクロスっていうモンスターを例に出して、ちょっと解説をしていくんですけど、ですね、ネクロスの儀式魔法カードによって降臨しますよと。でこのカードは儀式召喚でしか特殊ができませんよという効果を持ってますね。1番目と2番目の効果あるんですけど、手札からぶん投げる効果、それから自分の、フィールド上にいた時に発動する効果、発動っていうか適用される効果を持っている、モンスターで構成されていまして、1番目のこの手札から捨てる効果、例えばユニコールのネクロスであれば、手札から捨てるとユニコールのネクロス以外の自分の墓地のネクロスカードを1枚の対象にして、そのカードを手札に加える、回収ですね、墓地から何でも。はい、これ結構ね手札から捨てることが多いので、ネクロスのカードたちは。なので、手札から捨てたモンスターを回収したりとか、あと儀式魔法を回収したりとか、いうことができます。で、2番目の効果、これがね非常に強力ですね。ネクロスのデッキどういうデッキかっていうと、エクストラデッキから出てきたモンスターを許しませんっていうデッキなんですよ。エクストラデッキから出てきたモンスターに対してマジで殺意やばいっていうテーマなんですけど、例えばこいつだったらこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、エクストラデッキから特殊召喚された表側表示モンスターの効果は全部無効化されるということで、例えば今の環境で言うと、ハーピーレディスクラッチクラッシュとか、あと幻想の、花火星ブルームディーバーとか、あとリューマド騎士ガイアとか、ああいうエクストラデッキから出てきて強いモンスターの効果を、その永続的な効果で全部無効化してくれるんで、強いと。打点はちょっとね若干低い2300っていう打点なんですけど、非常にこの強力な制圧効果を持っているということですね。でこういうモンスターが非常に多いです。でじゃあどうやって儀式していくのかっていうと、テーマ内に非常にサーチが多い、テーマになっておりまして、あれです、マンジゴットとかセンジゴットに頼らなくてもサーチできる、そういうテーマになってますね。例えばブリューナクのネクロスであれば、この1番の手札から捨てるぶん投げる時の効果、このカードを手札から捨てるとデッキからブリューナクのネクロス以外のネクロスモンスター1体を手札に変えるということで、ネクロスモンスターであれば書きモンスターでもいいし、儀式モンスターでもいいんですけど、こういう効果を持っていると。で、クラウストラスのネクロスってやつもいるんですけど、こいつだと逆に、手札からぶん投げると、ネクロス魔法トラップカードを1枚の手札に加えるっていう効果を持ってるんで、こういうね、手札から捨ててサーチするっていう効果を、まあ、バンバン使って、戦っていく、サーチして戦っていく、序盤はそうやって、儀式魔法、儀式モンスターを揃えて儀式していく。で、中盤以降は、墓地のリソースを使って墓地から除外して儀式したりとか、墓地から除外してサーチしたりとかっていうことを駆使して戦っていく儀式モンスターのテーマのデッキとなっております。じゃあね、どんなカードが強いのかっていう話をね、していきたいんですけども、さっきやったユニコーンのネクロスはこれまた非常に強いですね。これさっきやったんでちょっと一回飛ばしますけども、ブリューナクのネクロス、こいつは、まあ、デッキを回転させる、まあ、サーチ要因ですね。まあ、どれがリンクスに来るかちょっと分かんないですけどね、このカードを手札からぶん投げることによって、デッキからブリューナクのネクロス以外の、ネクロスモンスター1体を手札に加えるっていう効果を持っている。で、2番目の効果はエクストラデッキから特殊召喚されたモンスターを2体までバウンスできるよということで、まあ、やっぱバウンスっていうね、体勢も強いですよね。これ今の環境でいうところのそのブルームディーバとかもバウンスできますし、処理できますから。だからこれはまあサーチ要因としても強いし、まあ、出しても強いというモンスターになっております。それからこのクラウストラスのネクロスっていうモンスターですね。これ手札からぶん投げると儀式魔法を持ってくるよっていう効果と、2番目がね、これね結構ね OCG の方でもなんか最近も悪さしていたレベルのカードなんで、まあ、聞いたことある人多いんじゃないかなと思うんですけど、エクストラデッキから特殊召喚されたフィールドのモンスター1体を、対象にして単種ロジまでそのモンスターの攻撃力がゼロになって効果が無効化されますよ。この効果は相手ターンでも発動できますよと書いてあります。なのでフリーチェーンで相手のエクストラデッキから出てきたモンスターの打点をゼロにしながらターン終了時まで効果を無効にできる。もちろん攻撃力をゼロにするっていう効果持ってますんで、これダメージステップでも使います。非常に強いですね。最近実装されたゴルゴニックガーディアンみたいなイメージですかね。なんとなくあんな感じの効果だと思ってもらえばいいです。はい、非常に強いで、こいつがねやばいところはね、レベル3だったので、その今の禁止カードなんですけど、リリーサーっていう儀式魔人ですね、儀式魔人リリーサーっていうモンスターを使って儀式召喚すると相手は特殊召喚ができなくなるっていう、なんかクソ制圧能力高いモンスターになったんですよ。なんで、まあ、今はもう禁止になってますけど、そのギミックは、まあ、非常に強力だったということですね、このモンスターが。こいつらはねちょっと若干そのアタッカーとしてはやっぱ打点が低くて、そこまでね、アタッカーとしてなんか運用するっていう感じじゃなかったんですけど、まあ、アタッカーとして運用できるモンスターとしては、まあ、いくつかいるんですけど、まあ、とりあえずトリシューラですね。トリシューラのネクロス、もうトリシューラと聞いたらねこの効果ですよっていう感じなんですけども、このカードが儀式召喚に成功した時、相手の手札、フィールド、墓地のカードをそれぞれ1枚選んで、その3枚を除外すると、対象に取らない除外を飛ばせると。これが強いね、本当に。まあ、ネクロスはとりあえずその先行で、まあ、ブリューナクとか、ブリューナクじゃねえや、クラウストラスとかで制圧して、ブリューナクユニコールで制圧して、で開始のターンでトリシューラを出して、まあ、一気に盤面を取っていくみたいな戦い方が、まあ、多いデッキになってますね。1番の手札からぶん投げる方が結構強くて、対象に取られたら、無効にして、無効にできますよっていう、手札からぶん投げるとっていう効果になってます。はい、なので、このカードをどうやっていかに出して相手のアドバンテージを削いでいくかみたいなね、そんな感じの動きになってくるんじゃないかな。まあ、実装されるかどうか知らん、多分実装されないと思う。なんとなくデュエルリンクスには強すぎるから。これがねやっぱりね、ちなみに豆知識なんですけど、手札、フィールド、墓地のカードを全部1枚ずつ除外できないといけないので、例えば手札がないとかフィールドがないとか墓地がないっていう状態ではこのモンスター出しても効果が起動できないので、注意してください。はい、でこういうモンスターたちを駆使して、まあ、相手のアドバンテージを削いでいったり、まあ、制圧していったりっていう動きをしていくっていうテーマですね。で、じゃあどんな儀式魔法があるかっていう、儀式魔法もまた強いんですよ。まあ、これすでにデュエルリンクスに実装されているカード、から説明すると、ネクロスの万華鏡っていうカードね、これレベルの合計が儀式召喚するモンスターと同じになるように、エクストラデッキのモンスターも使えると。まあ、手札はフィールドから墓地を送ってもいいですし、リリースしてもいいですし、エクストラデッキのモンスター1体を墓地を送って手札からネクロス儀式モンスターを任意の数だけ儀式召喚するよっていう、まあ、これでねエクストラデッキから送られるとね強いモンスターっていうのがいっぱいいるんですよ。これ、アークディクレアラーっていうこのモンスターとか、これは墓地に送られると、儀式魔法または儀式モンスターをサーチできるよっていう効果を持ってるんで、これでアドバンテージをさらに稼いだりとか、あとヌトスっていうね、このモンスターを使って、墓地、に送られた場合フィールドのカードを1枚対象にしてそのカードを破壊するとかっていう、まあ、こういう効果、持ってるんで、これを、まあ、このネクロスの万華鏡で墓地に送って相手を除去したりアドバンテージをさらに稼いだりしながら儀式をしていくっていう、まあ、要は儀式の消費を、まあ、結構抑えることができるっていう感じですね。モンスターを X デッキから墓地をくれるんで、まあ、この儀式のいいところは任意の数だけって書いてあるんで、まあ、2体とか3体とか一気に出すことも可能であるということですね。同じモンスターでもいいですし、例えばクラウスラスを3体出したかったら、9のモンスターをエクストラデッキから送って、まあ、クラウスラスをボンボンボンみたいなことができたりとかいう感じですね。で、儀式魔法の共通効果、これが強くてですね、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合、自分の墓地からこのカードとネクロス、モンスター1体を除外してデッキからネクロス魔法カードを1枚手に加えるということで、まあ、実質ネクロス儀式サーチなんですよ。だから、まあ、全部モンスターが返されてやられてしまった次の返しのターンに自分の墓地のこのカードを除外してるとまた儀式魔法を持ってこれるっていう、まあ、継戦能力も維持できるという感じのテーマになってますね。儀式魔法はなんか3種類くらいしかないので、全部紹介していこうかなと思うんですけども、ネクロスの反言術、これはね、墓地から、出せます。ネクロス儀式モンスターを、デレベル合計が儀式召喚するモンスターと同じになるように手札フィールドのモンスターをリリースして自分の手札墓地からネクロス儀式モンスター一体を儀式召喚する。これが結構相性が良くて、これなんでかっていうと、手札からぶん投げるんですよ、儀式モンスターをボン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 。なんで、墓地にバン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 送るんですけど、モンスターをその墓地に送ったネクロスモンスターをこの魔法カードで、墓地から儀式召喚できるっていうことなんで、まあ、ベンデットにもありましたよね、儀式召喚できるマジックカード、あんな感じです。はい、で、共通効果が2番の効果を持ってると。3種類目、これネクロスの降魔鏡、これは墓地のネクロスモンスターを除外することによって手札から儀式モンスターを儀式召喚することができるっていうカードですね。だから、まあ、バンバン墓地に投げたカードとか1回儀式で使ったカードとかをもう1回ね、素材として使って儀式できますよっていう感じ、まあ、なんで順番的にはまず万華鏡とか、まあ、反言術で儀式していって、で、墓地にリソースが溜まったら、まあ、降魔鏡で儀式していくみたいな感じのね、まあ、非常にまあ、素材が尽きないデザインになっているという感じですね、儀式魔法は。で、2番は共通効果で、じゃあ効果モンスターにどんなやつがいるかっていうと、例えばね、こいつですね、シュリット。これはここが強いですね。ネクロス儀式モンスター1体を儀式召喚する場合、このカード1枚で儀式召喚に必要なレベル分のリリースとして使用できる。だから、まあ、レベル3としても使えますし、まあ、レベル10とかレベル12とかにしても使えるっていうことですね。まあ、1体で儀式できるんで、素材として成立するんで、この効果かなり使えますね。で、しかもこれ戦速なんで、例えば、まあ、まだ来てないですけどリンクスには増援とかああいうカードでサーチしたり、あと水属性なんでサルベージとかも相性ですね。墓地からもう一回そのサルベージで回収して使ったりとかっていうことをしていきます。で、2番目も結構強くて、このカードが効果でリリースされたらデッキから戦速のネクロス儀式モンスター1体を手に加えるっていうことで、さっきの例えばクラウストラスとか、これ戦速なんですけど、こういうのを、リリースしてサーチすることもできるという感じのデザインになってるんで、これ来たらかなり熱いですね。あとね、ペンデラムモンスターもいまして、ネクロスどこだ、セフィラエクザとかセフィラシェーバー、これか。これは、自分のモンスターの効果で儀式します。自分の手札フィールドのこのカードをリリースしてレベルの合計が儀式召喚するモンスターと同じになるように、自分の手札フィールドのモンスターをリリースして手札からネクロス儀式モンスター1体を儀式召喚するという感じなんで、まあね、最近デュエルリンクスにもアーク5ワールドが来たんで、まあ、ペンデラモンスターセフィラと結構ね組み合わせてるデッキ意外とあるんですけど、ネクロスとセフィラを組み合わせたセフィラネクロスみたいなデッキがもしかしたらデュエルリンクスでも組めるようになるかもしれない。はい、さあ、ここからはね、相性のいいカードがどんなカードがあるのかっていうのをご紹介していきたいんですが、まずはやっぱセンジゴットですね。マンチゴットの方がもちろん相性いいですけど、マンチゴットないんで、デュエルリンクスに。まあ、来るかもしれないですけどね、次のメインボックスでもしかしたら。可能性あるよ。マンチゴットと、儀式の、なんか下準備と儀式の準備、いきなりボーンと配られるみたいなパターンはあるかもしれないんで、ちょっと、未確定ではあるんですけど、まあ、センジゴットでもいいです。このデッキ。これなんでかっていうと、結局、センジゴットで儀式モンスターを手に加えることができるんですけど、クラウストラスの、ネクロスが儀式魔法を持ってこれるカードで、ブルーナクのネクロスが、儀式モンスターを持ってこれるカードなんで、戦士ゴッドがどっちでもなれるんですよ、ネクロスは。要は、ブルーナクだったら、儀式モンスターをサーチ、クラウストラスだったら儀式魔法をサーチできるんで、結局戦士ゴッドがどっちでもなれるっていうことなので、まあ、別に戦士ゴッドでもなんとかなるっていう感じですね。はい、これは非常に強い。とか、まあ、まだ実装されてないんですけど、この儀式の準備っていうカードがすごく強いですね。ネクロスの場合はデッキからレベル7以下の儀式モンスター1体を手札に加えるっていう、ことなんで、しかも、自分の墓地の、ね、儀式魔法カードも1枚手札に加えることができるかもしれないっていう感じなんで、これで、まあ、エンジンであるクラウスラスのネクロスとかブリューナクのネクロスとか、これ両方ともサーチできるんですけど、この2体を、まあ、サーチしてくるっていうのが、まあ、基本的な動きになってますね、ネクロスデッキの。で、あとはサルベージとか、これも結構相性が良くて、クラウストラスのネクロスとか、あとさっきやった、どこ行った？これか？違うわ。これか？これか。シュリットとか、あとこのクラウストラスとかを、まあ、一気に回収できるかもしれないんで、まあ、1枚が2枚になるカードなので、これは。これ、墓地のね、水属性モンスター2体を回収できるよっていうことを持ってるんでね。これでもう一回使い回すみたいなことができるんで、結構強い。とか、あとこれ。伝説の都アトランティス。これもね、相性がいいんですよ。これなんで相性がいいかっていうと、これ1個デメリット効果を言い忘れてました。ネクロス儀式モンスターのデメリット効果、これね、トリシーラのネクロスとかレベル7以上の儀式モンスターは全部そうだと思うんだけど、レベル7以上の儀式ネクロスモンスターは自身のレベルと同じレベルの素材を使った儀式召喚では出せないって書いてあるんですよ。レベル9以外のモンスターのみを使用した儀式召喚でしか特殊召喚できないって書いてあるんですね。だから、まあ、ちなみに上のやつもそうですよ。アラドバールとかもそうですけど、レベル10、こういったレベル10なんですけど、レベル10以外のモンスターのみを使用した儀式召喚でしか特殊召喚できない。まあ、つまり、同じレベルのやつを使った、儀式召喚できません。アラドバールのネクロスを出したいんだったら、アラドバールのネクロスをリリースするんじゃなくて、なんか別の、まあ、例えば5と5とか、まあ、4と6とか、まあ、そういう儀式召喚の素材を用意して儀式召喚してねとかって書いてあるんですよ。だから、このモンスターのレベルを下げればいいんですよ。自身も例えばこいつがレベル9になったら、9になるように儀式素材を墓地を送って儀式召喚できるっていうことになるわけですよ。例えばそのさっきのね、この万華鏡だったらエクスタデッキのモンスター1体墓地を送って儀式召喚できるって書いてあるんで、まあ、これをレベル9にできれば、まあ、9のモンスターをエクスタデッキからパッて送って1枚でパッて出せるっていうことになるので、まあ、それを可能にするのがこの伝説の都アトランティス。これお互いの手札、フィールドの水属性モンスターのレベルが1個下がるっていう効果を持ってるんで、これで強引にレベルを下げて、そのデメリット効果をまあ打ち消していくみたいな使い方がありますね、一応 OCG の方では。はい、で、最後これですね、カオスフィールド。これも相性がいい、非常に。なんでかっていうと、めちゃくちゃ手札からぶん投げるんですよ、ネクロスってモンスターを。なのでこれお互いの手札フィールドから墓地へモンスターが送られるためにカウンターが置かれるっていうカードなんですけども、3枚とかめちゃくちゃ簡単に墓地行くんで、手札からバンバンバンって投げていくんで、なので、儀式魔法をバンバンサーチできるっていう、まあ、そういうことで相性がいいと、されております。はい、ネクロスの説明に関しては以上ですね。非常に強力な、まあ、モンスターが多いんですけど、まあ、まとめておくとエクストラデッキから出てきたモンスターに対してめっちゃ強えと、覚えてもらえばいいんじゃないかなと思いますね。あとはまあ何が来るか、デュエルネクスにどれが来るかが分かんないんで、まあ、どういうデッキになるかはちょっとまだ言えないんですけど、とりあえずカード実装されたらめちゃくちゃ熱いテーマです。はい、なんでかって OCG で環境を張っていたテーマなんで、強い弱いわけないよね。はい、というわけで次回のメインボックスに期待しましょう。動画長くなってすまん。また次の動画でお会いしましょう。